東京2020大会で活動するボランティア、シティキャストによる東京の魅力発信プレゼンテーション。今日のテーマは東京の魅力ということで、シティキャストの瀬川さんより発表いただきます。それでは早速ですが、瀬川さん、よろしくお願いします。シティキャストの瀬川隆と申します。東京の魅力について申し上げます。話の内容は大きく2つに分かれます。はじめに東京の良いところについて話します。次に東京名所のうちでおすすめの観光スポットをご紹介いたします。まず東京の良いところです。落とした財布がそのまま戻ってくる、そういったことがよく言われます。東京は安全安心の街です。次に、電車は時刻表の通りに発着します。東京は時間に正確な街です。続いて世界各国の料理が食べられる東京はグルメの街です。旅行者の一番の楽しみは食事ということが観光庁の調査結果にあります。こうしたグルメの背景にはいろいろな要素が入っています。一つの最初の、はうまい料理が食べられるということで、よくいいレストランの基準としてミシュランのガイドに載せられているというのが言われます。東京にはミシュランガイドに掲載の料理店がたくさんあります。都心の港区だけでもその掲載お店の件数はニューヨークにも多いという記事を読んだことがあります。2つ目に、和食は2013年にユネスコの世界無形文化遺産に指定されました。このため世界の大都市でも和食の店は増加しています。続いてこのスライドの下の方の絵にあります通り、握り寿司、天ぷら、そばは江戸の三味と呼ばれておりまして、今でも愛好されています。この江戸の三味っていうのは江戸時代単身赴任者とか独身者が非常に江戸には多かったそうです。それで簡単に料理が早くできて、ですぐに出せるということで寿司とか天ぷらとかそばが屋台から提供されたということがあります。そのため独身者とか単身赴任者は割と気軽に食事をすることができますから、こういった屋台を訪れて食べて、それがだん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 評判になって、三味っていうふうに言われていくようになったんだろうと思います。ですから、江戸の三味は注文してからすぐに出されるという、ファストフードの走りと言えることができると思います。続いておすすめの観光スポットについて、話します。最初に皇居東御苑です。皇居東御苑は江戸城の跡です。スライドの右側に地図が出ていますけれども、ここは東京駅から歩いて10分ぐらいで行けるところです。左の写真にあります通り、芝生の広場とか庭園とか雑木林がありまして、非常に静かで、また季節を感じさせる場所でもあります。ここはまた江戸城の遺跡がまだ残っておりますので、戦国時代の軍事技術を結集した難攻不落のお城の一面も持っているところです。私がおすすめのスポットは石垣だけが残った
天守台です。天守台っていうのはこの上に天守閣を建てるというところですね。ですから、まあ、天守閣の基礎部分みたいなところです。江戸城の天守は家康の時代、秀忠の時代、家光の時代と3度建造されました。そして家康の秀忠の時代の天守閣を建造する前に家康の作った天守閣を壊して新しく建造するというような形を取ったんです。で、家光の場合も秀忠の天守閣を壊して自分の天守閣を作ったということですけれども、この家光の天守閣というのは壊したのではなくて火事で焼けてしまったんですね。これは1657年に明暦の大火というのがありまして、これがずっと町の中から燃えてきて、その燃えるその火の粉が江戸城の天守閣に入ってそれで焼けてしまったということです。ですから日本の建物はほとんどが木造と木と紙でできておりますし、まあ、漆喰とかなんか塗ってありますけれども隙間から火の粉が入ってくれば焼けてしまうというわけなんですね。で、この明暦の大火っていうのは、まあ、3日間にわたって燃えたっていうくらいの大きな火災で、約10万人が亡くなって、江戸の町の6割が焼け跡になってしまったっていうような大変な火災だったわけです。それで、まあ、幕府はとりあえず天守台だけは作り直そうということで加賀の前田家に命じまして、この天守台を作ったわけです。で、まあ、大体出来上がる頃に幕閣の重臣星名正幸という人が意見を述べました。星名正幸という人は三代将軍家光の弟で、初代の会津藩主だったんですね。ですから、まあ、弟ということでも、まあ、お母さんは違うんですけども、まあ、家光の弟だったわけです。でこの人はもともと天守閣っていうのは戦争の時に遠くにいる敵の様子を高いところから見るために作ったものだ。だけどももうその徳川の時代になって50年以上も経過して世の中はもうすっかり平和になってしまった、もう戦争がなくなってしまったっていうんですね。ですからもう天守閣の存在意義がないということを言ったんです。続いて去年かちょっと前に明暦の大火があって町の6割が焼け跡になってしまって10万人もの人が亡くなっているんだ、だからやるべきことは町の復興だ、被災者を助けることだ、そういったことを意見を出したんですね。その意見は苛立てまして、結局江戸城の天守閣は作られることはありませんでした。ですから、まあ、この残された天守台っていうのは、まあ、徳川幕府が幕府の威厳を示すよりも町の復興整備を優先させた、まあ、証であるということもできるわけです。で、それでは江戸幕府は町の復興整備、例えばどんなことをやったのかと申しますと、まずやったのは江戸の正確な地図を作ること、地図作りをやったんですね。でこれは四代将軍の家綱公がたくさんの人が亡くなったっていうのは町の人たちは自分の生活している範囲しか地図を知らなくて、もっとちゃんと正確な地図があればどこそこに行けばの方に逃げれば安全だっていうのがある程度分かったんじゃないのかっていうことを言ったそうなんです。ですから地図作りから始めたっていうことは、まあ、非常に理にかなったやり方だと思うんですね。
当時将軍はまだ16歳の年頃だったらしいんですけども、まあ、非常に聡明な方だったということです。で、まあ、実際に江戸幕府がやったことっていうのはまず地図を作った、次に両国橋をに橋を渡した。江戸幕府は北の方から敵が攻めてくる来ないように隅田川の橋は戦場橋一つしか作ってなかったんですね。ですから火事でもって避難してくる人は隅田川のところに行ってもうあと先行けなくなってしまうんですね。焼け死んで途中で溺れ死んで死んでしまったとか、そういったことで両国橋をかけました。で両国橋は避難のためにもいいんですけども、それに加えて橋を作れば人と物の動きが活発になって本庄深川の方との行き来が盛んになって町の開発に非常に役に立つんですね。これを幕府は見込んでいまして、その両国橋を作りました。あとは火事対策でもって大きなお屋敷とかお寺を郊外に移転させて空いたところを、まあ、防火帯にしたわけですね。それと道路についてもある程度の幹線道路は道路の幅を11メートルから18メートルに広げる、さらにもっと広い通り広小路って言いますけども、それを上の浅草両国に作ったんですね。ですから幕府はまあやることだけはしっかり防災対策をやったんだろうと思います。次に今度は浅草、もう一つのスポット浅草について申し上げます。浅草の中心は浅草寺です。浅草寺の創建が628年ということで東京で一番古いお寺です。法隆寺の創建が607年ですから、まあ、その古さが分かると思います。で浅草は、まあ、浅草寺非常に古いんですけれども、長い間浅草に来る人っていうのは大体浅草寺の参拝に来る人だけで、お店なんかもそんなになかったんですね。ですけれども江戸時代になりまして世の中が平和になって、しかも江戸の人口が各地からどんどん入ってきますんで人口が増えてくる、そういったことで浅草の浅草寺の境内でもまず仲見世ができました。仲見世っていうのは日本で最初の商店街です。で続いてあとは奥山っていいまして、本堂の裏のあたりが奥山っていうんですけども、あそこで見世物小屋とか、まあ、ストリートパフォーマンスみたいなこともやってやるようになりました。さらに明暦の大火の後人形町にあった遊郭が新吉原に移りました。また天保の改革で江戸の各地にありました芝居小屋が佐渡赤町に移転しました。そうしたことがありまして一気に浅草は娯楽の中心地にもなりました。でこの娯楽の中心は明治以降も続いています。まあ、新しい時代の要素を取り入れて少女歌劇であるとかオペラであるとか軽演劇であるとか映画館であるとかそういったものができました。あと浅草寺には毎年、まあ、コロナの時は違いますけども国内外から3000万人の人が訪れます。まあ、浅草寺を含む囲む500メートル四方に4つの鉄道の浅草駅があります。地下鉄銀座線の浅草駅、都営地下鉄浅草線の浅草駅、東武スカイツリー線の浅草駅、筑波エクスプレス線の浅草駅、4つの浅草駅があります。これはまあ浅草を訪れる人が多いということを示すものです。次にあとは商店街ですけれども、仲見世が日本最初の商店街でしたけれども浅草寺の境内あるいはその周辺にはたくさんの商店街があります。商店街66箇所、お店の合計が約1000あります。
で、このお店の中には、まあ、江戸時代からの老舗もたくさんあります。料理関係のお店も200以上ありまして、あります。ですから浅草は観光と娯楽、グルメが合体した、まあ、観光地のデパートのようなところです。ぜひおいでください。以上です。瀬川さん、素敵なプレゼンテーションありがとうございました。早速ですが、いくつかインタビューをさせてください、はい、まずは改めてとなりますが、瀬川さんより自己紹介をお願いしたいです。で、自己紹介の際にこれまでのボランティア経験や、また今回のプレゼン企画にご協力をいただいたきっかけも交えてお話をお伺いできればと思いますが、はい、瀬川さん、はい、お願いできますでしょうか。私 の、 あのボランティア歴っていうのは、まあ、あの東京シティガイドクラブに属しておりますので、まあ、そのガイドの 3、4年ぐらいの経験と、あとはおととし築地本願寺の参拝者に対して、あの道内を質問された場合には案内するボランティアガイドをやってました。で、まあ、今回、こちらで、プレゼンの機会を得たことなんですけども、高校3、2年生の時に東京オリンピックがありまして、実際に本番のオリンピックが始まる1週間か2週間ぐらい前に都内の都立高校の生徒を集められまして、国立競技場でもって開会式の予行演習みたいなのに参加したんですね。で、それ以来オリンピックはすごいなっていうことを感じまして、それでその時に私はアラブ連合の選手団の中の1位に入ったんですけども、アラブ連合のすぐ隣にトリニダード・トバコっていうプラカードを持った防衛大学の学生の人がいたんですね。で、私チリが好きだったんですけども、トリニダード・トバコなんて国は聞いたことなかったんですね。だからオリンピックっていうのはすごいもんだなっていうことを思いました。で、今回オリンピックが東京でまたやるっていうことのニュースを聞いたときは、やはりじゃあ50何年前も感動したんだから今度も感動するんだろうなと思いまして、まあ、できたらば何かお手伝いしたいなっていう気持ちは持ってました。そのためにたまたまお電話いただいたときは、じゃあ試してみようかなと思って応募した次第です。ありがとうございます。今回プレゼンテーションの方ではですね、まあ、東京の魅力ということで、まあ、東京の良さと、そして名所で、名所としてはですね、皇居の東御苑と、そして浅草、この2つをねピックアップしてご紹介いただいたんですが、この東京の魅力発信という大きな括りの中でこのテーマを選ばれた理由をお伺いしたいです。2つ、まあ、東御苑と浅草選んだんですけども、東御苑は非常に、ね、静かなところなんですね。いいところで、だんだん立派な公園なのに入場料無料なんですよね。だから東御苑に行くと他の入場料を取っている公園はあれは何なんだって言いたいくらいの立派な公園です。ですから夏なんか日中に東御苑に行くと外国人の人がもう半分以上なんですね。ですから外国人もやっぱり駅から近いから多分いいところだって聞いてるんだろうと思うんですね。で、もう一つは先ほどちょっと説明にも申し上げましたけども、星名正幸の意見で、それで天守を作るのをやめたっていうことを言いましたけども、だから私は思うには江戸幕府が260年もの長い間続いたっていうのは、ああいう星名正幸みたいな人、正論を言う人がたくさんいて、それでそれをまた将軍とか偉い人が受け入れてやったから260年も持ったんじゃないかなっていう感じを受けました。その石垣だけが残った天守台、そこのこのエピソードがこの瀬川さんの心に刺さったわけですね。すごいなと。そうです、で、私ガイドになった時に先輩の人のガイドの説明聞いてたんですね、それで今のことがあったんですね。ですからこれはでもいいことだなと思いましたね。こう先輩のガイドから、ガイドの方から聞いたところで
ところでこう自分が感動して、その感動をまたこうガイドでご自身が皆さんに伝えられたなということですよね。ですからやっぱりあの江戸幕府っていうのは大したもんだと思いますね。町 の, あの都市計画とかなんかもしっかりやる人がいて、で水道なんかも富士山の方から玉川上水引いてきたりとか、なんかその江戸幕府の幹部の人たちはどこにどんな人がどんなことができるっていうのを大体知ってるから、玉川上水だって1年ぐらいで作っちゃうんですからね。ですからあの情報収集力とかなんか江戸幕府の人はすごいなと思いましたね。じゃあそして浅草をね、あのもう一つピックアップしてご紹介いただいたわけなんですが、まさにね、あの観光地のデパートだと先ほどおっしゃっておりましたけれども、見どころ盛りだくさんですよね。あの皇居東御苑は本当に皇居の一部ですから、本当に静かで、あの環境が抜群にいいところなんですね。反面浅草は浅草寺はもありますけども、あとは商店街とか御宅とか、もう雑多なんですね。だけども人を引きつける要素が非常に多いと思うんですね。だからあの、まあ、東御苑と浅草は対照的ですね。まあ、浅草というとやっぱりね、浅草寺と皆さん思い浮かべられると思うんですけれども、でもこの浅草寺で瀬川さんがおすすめのポイント、皆さんが知らないようなトリビアもしあったらご紹介いただけますでしょうか。いや、私も知らないことなんですけども、浅草寺のご本尊は観音様なんですね。で伝えられるところによると、隅田川から観音様の像が流れてきて、漁師が網でもって取ったんだけども、あの漁師はずいぶん昔の花、あの飛鳥時代の話ですから、像を見ても何だか分かんなかったんですね。でそれでもってあのまた取っても川に投げたんですけども、それが何回網を打ってもその網に引っかかっちゃうっていうんですね。でそれでもって村の村長さんの方に行って、プールの網にかかってなかなか投げてもまた戻るんですよって聞いたのは、その村長さんは非常に教養のある人で、これは観音菩薩像だって言って、すぐにもうまあ、お寺を作るっていうか、お寺に近いようなものを作って、自分ももう今までは町の人だったのが僧侶になっちゃうんですね。そういったことがあって、その観音様の像がご本尊なんですけども、その観音像は秘仏でもって誰も見れないんですね。ですからもうその628年から千何百年経っているんですけども、本当に観音像はまだあるのかなっていうのが一番興味ありますね。千年以上も経っていて、まあ、そうなんだかなっていう感じはしますけどね。ただ確かめることはできませんけども、ね、確かめることはできないとおっしゃってますから、やはり気になりますよね。その秘仏が本当に今もどんな形であるのか、浅草寺の中に、うわそれはちょっと興味深いですね。ですから浅草寺の起源というのは非常にドラマチックなんですね。なるほど。今回ですね、プレゼンの中で、いくつかポイントをご紹介いただいたわけなんですが、このプレゼンの中で伝えきれなかった内容ですとか、また今一度 PR したい内容があればぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。私今日のプレゼンは10分程度でもって終わるようにしてきましたので、だいたい言いたいことは言いました。なるほど、ありがとうございます。ではですね、例えば瀬川さんが今こう注目をしている、都内の注目をしている場所とか、気になっている場所、時間と許せば、ここ行ってみたいな、そんな場所ありますか。いや、2、3年前に、シティガイドでもって有明の方を、修学旅行の中学生と連れて回ったんですけども、その時はまだ完成してない施設もあったんですね。ですから、オリンピックが終わったらばまたあそこを訪れて、どういう具合になったのかなっていうのを見たいと思っています。なるほど、そうですよね。やっぱりこう同じ場所でも時期を変えていくと、やっぱいろんな変化があって、またその変化を楽しむっていうこともね、いいですよね。なるほど。さあ、今回ですね、プレゼンテーションしていただきましたけれども、やってみて感想いかがでしょうか。
いや、大体準備してきたことが、まあ、どのくらい伝えられたかなっていう気持ちを持ってます。十分伝わったと思いますよ。はい、ありがとうございます。では最後にこちらの映像をご覧いただいている皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はい、今は東京は、まあ、コロナが蔓延していますけども、コロナが下火になりましたらぜひ東京においてください。東京はいいところです。以上です。瀬川さん、ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。